はい、こんにちは。こんにちは。今日はですね、千代田区から頭痛のお悩みの N さんをお越しになりました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どんなお悩みがありましたか？高校時代から偏頭痛がすごかったんですけど、その時は都度薬を飲めば治っていたんですけど、はい、そのうち効かなくなってきてしまって、はい、で社会人になると仕事も休めなくなってきてしまって、はい、でなんとか根本的に根源治療をしたいなっていろいろ調べてた時に、はい、こちらの治療院をホームページで見つけました。偏頭痛だってじゃあ僕と一緒ですね。あ、そうですね。ね、そうですか、はい、ありがとうございます。実際手術受けてみてどう変化しましたか？はい、頭痛の頻度がすごく減ったなっていうのを一番感じていて、はい、で前はなんか外出する時も薬持ったかなとか、はい、あとは薬忘れたとか、とにかくなんか頭痛にとらわれる毎日だったんですけど、今はすごい頻度が減ったので、はい、なんか頭痛にとらわれなくなんか快適に過ごせる時間がすごく多くなりました。何よりのことです。嬉しいです。ありがとうございます。では最後ですね、はい、これから LINE しようかという方でね、メッセージぜひお願いしたいんですけど、はい、よろしくお願いします。はい、どうぞお願いします。はい、すごいなんか先生が頭痛経験者っていうのが一番自分の中で通ってる上ですごい助かっていて、はい、なんか例えばどう痛いのかとか、はい、痛みの大きさとか、はい、そういう感覚的なことを伝えるのってすごい難しいと思うんですけど、はい、そうですね、なんかそういうのをこう痛いとか伝え、はい、説明するとなんか先生がやっぱ分かってくれるっていうのが一番大きいなと思っていて、はい、そうするとすごい適切な措置っていうのをしていただけてるなって、はい、それですごい良くなってるのかなっていうのをすごい感じているので、なんか今頭痛に困っている方とか、あと薬をいつも飲んでる方とかはなんかまあこういう治療も選択肢の一つとして考えてもらえたら、なんかよりなんか快適に過ごせる時間が増えるんじゃないかなって思います。はい、ありがとうございました。はい、もうね、だいぶ良くなりましたから、ね、あとはメンテナンスでね、はい、本当に月1回とか2回ぐらいいいと思うのでね、はい、そんな感じで LINE してみてください。わかりました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。